シム・ウンギョンは、韓国出身の女優、タレント。ソウル特別市生まれ。身長160.5センチメートル、血液型 B 型。ユマニテ所属。ソウル音部区小学校、清市単中学校を卒業。清部科高等学校入学後、2010年秋にアメリカ留学。2013年6月、ニューヨークのプロフェッショナルチルドレンズスクールを卒業。 2004年ドラマ超吉山で小役デビュー。数多くのドラマや映画の出演実績があり、韓国ドラマの序盤の数話で描かれる主人公やヒロインの幼少期役の常連であった。ドラマファンジニでは主人公ファンジニの幼少期役を演じ、2006年に KBS 演技対象青少年演技賞を受賞。その後、韓国芸能史などで、 子役スターと称されるなど韓国の人気子役となった。また、日本でも NHK の韓国ドラマシリーズで春のワルツ太陽詩人記、ファンジニと3本立て続けに登場している。2014年に主演した韓国映画、怪しい彼女が観客動員数860万人を超えるヒットとなり、第50回百草芸術大賞、最優秀主演女優賞をはじめた数の賞を受賞。 作品自体も日本を含む計8個と語でリメイクされるという世界初の記録を打ち立てた。その後も映画少女は悪魔を待ちわびてサイコキネシス年力マイナスときめきプリンセス婚活期など数々の話題作に主演。2017年4月日本の芸能事務所ユマニテとマネジメント契約を締結。2019年4月から5月にかけて舞台良い子は みんな、ご褒美がもらえるに、サーシャ役で出演し、日本の舞台初出演を果たした。同年6月には、松坂通りと W 主演を務めた、映画、新聞記者が公開。第43回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、及び最優秀主演女優賞、第74回毎日映画コンクール女優主演賞、第11回玉映画祭、 最優秀新進女優賞を受賞し、作品自体も日本アカデミー賞最優秀作品賞を獲得した。2020年1月、TVN ドラマママネーゲームに出演しのダメカンタービレ以来、6年ぶりに韓国のドラマ復帰を果たし、10月には日本でもテレビ朝日系ドラマ7人の秘書で日本のドラマに初出演を果たし、韓国と 日本両方で活躍を続ける。趣味は歌、特技はテコンドー。中学生の頃から岩井俊二や小れ枝広和の映画に影響を受け、いつか日本でも仕事をしたいという気持ちを持ち、日本でも活動するようになる。上述の通り、第43回日本アカデミー賞において、優秀主演女優賞及び最優秀主演女優賞を受賞している。日本アカデミー賞の歴史において、 演技部門の優秀賞を外国人が受賞するのはペドゥナ以来二人目であるが、最優秀賞を受賞するのは史上初の快挙である。韓国で女優としての地位を確立しているが、俳優という職業はキャリアを積むことより経験と素養が大事だという考えを持ち、海外留学や日本への進出も前向きに取り組んでいる。A ピンクのそんな運とは、 小中学校の同級生で幼馴染みである。ありがとうございます。